邪悪な皿を左右に払いのけた。それから長い間を置いて地面に落下して闘志の力と技量とを見せつけた。そう、あの日だった。桜井、寮の代わり入って。今日寮さん、稽古参加するって聞いてたんですけど。会ってないですよ。あいつんちどこだっけ。寮、最近叩かれてるけどな、ツイッターで。本当にムカつくな。次の公演でやめようと思ってます。沢村さん、やっぱ涼さんやばいっす。あと沢村さんの脚本が面白いっす。